さあ今回も始まりましたミカササッカーナビミカサッカー、番組 MC の森光七瀬です。この番組は広島のサッカー界を応援しようと、社会人や学生、ジュニア、キッズなど幅広いサッカーに関する情報をお届けします。前回に続いて2回目の放送、今回も盛りだくさんの内容でお届けします。さあコメンテーターご紹介しましょう。広島県サッカー協会の宗政純一郎さんです。宗政さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回初回の放送だったんですが、最後のミカサッカーポーズが反響あるみたいですよ。いや、ありすぎますね。あ、そうなんですか。どこへ行ってもね、これ皆さんこうやってやられるんですよ。お、定着してますか。すごいですよ、本当。だってこれ宗政さんが考案したポーズですからね。あ、そうなんですか。そうですよ、覚えてらっしゃらないですか。よく覚えてないんですよ。あらら、ポーズとか作りますミカサッカーポーズみたいな。ミカサッカーのポーズないんですか。なんかミカサッカーってミカサッカー最近ね、朝食べたものが何だったかもね、分からなくなってるぐらいですからそうですか、はい、さあ今回ご紹介するラインナップはこちらです。サンフレッチェ広島レジーナを応援するコーナーは、5月1日に行われたジュニアユースとのトレーニングマッチの様子を振り返ります。さらに静岡県出身の22歳大内里央選手にプレーのこだわりやプライベートについても聞いてきました。その他、2024年誕生の新サッカースタジアムの詳細など、今回も広島のサッカー情報をたっぷりお届けします。さあまず最初はサンフレッチェ広島レジーナについての話題です。9月の B リーグ開幕に向けて日々練習に取り組んでいる彼女たちですが、5月1日に同じサンフレッチェ所属のジュニアユースとトレーニングマッチを行いました。今日はその試合の模様をダイジェストで宗政さんと見ていこうと思います。宗政さん、はい、このジュニアユースというのは中学生の、ジュニアユースは中学生ですね。U12 がですね、ジュニアなんですね。で U15 がジュニアユース、U18 がユースなんですね。じゃあ今回は中学生のチームと戦った。そういうことですね、はい、ただ中学生になってくるともう体格も大きいですし、そして何よりも大人に近い選手もいますよね、はいはい、そして昔からの強豪チームなんですよね。そうですよ、強いチームです、はい、じゃあどんな試合になっているのか振り返ってみましょう。さあキックオフです。白のユニフォームがサンフレッチェ広島ジュニアユース、紺色のユニフォームがサンフレッチェ広島レジーナです。レジーナのスターティングメンバーはこちらです。宗政さん、はい、気になる選手はいらっしゃいますか。そうですね、キーパーの福本選手から中盤の松屋選手は元日本代表ですよね、はい、それと現在の代表選手は上野選手ですよね。試合は1本30分の3セットで行われました。試合開始からジュニアユースの積極的な攻撃が目立ちます。1本目11分、右サイドから切り込んだレジーナ、立花陽選手のクロス、こぼれ球から山口千尋選手が力強いボレーシュートを放ちましたが、相手ゴールキーパーがセーブしました。続いて左サイドからのクロスに島袋奈美恵選手が頭で合わせて狙いに行きますが阻止されます。このあたりも積極的に攻めてるんですけどね、はい、惜しい場面が、ね、何回かありますよね。さらにレジーナ、木崎葵選手のミドルシュート、わずかにゴールをそれます。1本目24分、小さなパスミスからジュニアユースに20番野村理路選手にボールを奪われてしまい、そのまま先制点を許してしまいました。ちょっとパスがね、うまく取らなかったということでちょっとミスですけれども、そこから得点を奪われたという形になりましたですね。ちょっと流れがジュニアユースに寄ったのかなという感じでしたね。2本目がスタートです。1本目の得点からゲームの流れはジュニアユースにありました。開始5分、ジュニアユース徳山一選手のロングシュートからこぼれ球を32番空久保前選手がヘディングで決めます。これで0対2となりました。勢いに乗ったジュニアユース、相手ディフェンスの頭上を越えるパスから33番徳山一選手が落ち着いてゴールを決めます。これで0対3とジュニアユースがリードを広げます。かなりユースに流れがあるように見えますね。そうですね、ジュニアユース強いですね。
さらには左サイドからのクロスをジュニアユース25番釈野京太郎選手が難しい体勢でねじ込みました。1点が欲しいレジーナ。2本目12分、8番増谷里香選手のミドルシュートからこぼれ球を押し込んだのが9番上野真実選手、日本代表ですね。よく詰めてましたですね。試合は1対4となりました。上野選手の一発で流れが変わるかと思ったんですが、2本目15分、ジュニアユース33番徳山選手が相手ディフェンスに囲まれながらも鋭いシュートでゴールを決めました。3本目開始1分、ジュニアユース29番小林志門選手の大きなロングシュートが決まります。これで1対6と点差が広がりました。さらにジュニアユース13番大塚弥弘選手が3本目15分と24分にダメ押しの追加点。このあたりはジュニアユースさすがというところでしょうか。そうですね、レジナの方もね、人はいるんですけれども、ちょっとマークが甘くなっている感じがありますね。一心報いたいレジーナ。右サイドから上がった19番西原瑞希選手がゴール前でフリーになります。ここは丁寧に決めて2対8になりました。そしてここで試合終了です。ジュニアユースを迎えてのサンフレッチェ広島レジーナのトレーニングマッチは2対8と課題の残る厳しい結果になりました。特に守備の面で課題がもうたくさん出てきましたですよね。これ良かったと思いますね。今この時点でいろんな課題が出てくるということはですね、これからその V リーグなんかの戦いの中で生きてくると思うんですよね。次の試合も、はい、ぜひそれ生かしてもらいたいなというふうに思いますね。さあ続いてもサンフレッチェ広島レジーナについてお届けします。前回宗政さん、佐山選手と西原選手のインタビューで、はい、ある選手の名前がよく出てきたんですけど、あ、大内選手ですか。お、すごい、どうして覚えてらっしゃったの。動物のカバが好きな方ですよね。そうなんです。思い出しました。あ、よかった、これは覚えてらっしゃるんですね。これはたまに、ね、覚えてる時もあるんです、はい、よかった、大内選手です。改めてご紹介しましょう。背番号17番フォワードの大内リオ選手。大内選手は静岡県出身の22歳、東洋大学体育会サッカー部からレジーナに加入しました。学生時代はエースストライカーとして活躍していた大内選手、一体どんな選手なのか、いろいろとお話を伺ってきました。さあ、サンフレッチェ広島レジーナ指導しましたけれども、ここまでどうですか。はい、時間も経ってみんなコミュニケーションもいつもよりも増えて、まあ、楽しいが一番ですね。あ、そうなんですね。はい、最初にこのレジーナに加入が決まった時ってどんな気持ちでしたか。はい、いや、もう本当に全てが新鮮な気持ちで、もう楽しみワクワクでしかなかったですね。はい、その時の広島の印象とかって覚えてらっしゃいますか。勉強とかで、まあ、原爆の話とかで、まあ、聞いてたり、美味しい食べ物とかよくテレビで見てたんですけど、やっぱ来るのと見るのって違うんだなっていうのは思いました。あ、じゃあもう広島のお好み焼きも食べたんですか。はい、食べました。美味しかったです。何かこうトッピングとか入れました。うわ、デラックスみたいなの、でなんかいっぱい海鮮とか入ってるやつにしました。結構じゃあボリュームありませんか。めっちゃありました。はい、美味しかったです。大内選手のこう強み、はい、このプレー見てほしいってとこありますか。泥臭いプレーが一番の武器なので、あとはクロスからのワンタッチゴールをいつももう研ぎ澄ましてペナルティエリアにいるので、仲間からいいボール来たらそこを詰めていきたいなと思ってます。はい、プレーを見ているとこう凛々しい顔をされてすごいかっこいいなという印象なんですけれども。ありがとうございます。前回の西原選手と佐山選手にインタビューをした時に、はい、大内選手がカバがお好きだと聞いたんですけど。あんな不安って感じの子ですごく可愛らしい子なんですけど、なんか好きな動物がカバらしくて
なんかそのカバの話からなんかカバとワニの戦ってる動画を2時間見続けたみたいな話を聞いて、もう本当に面白いなって思いました。はい、カバが好きです。どんなところが好きなんですか？どんなとこ可愛いって思いませんか、カバ。なんか動物園とかにいるあのカバですね。カバですね。いつ頃から好きだったの？大学からです。大学の1年生に動物園に友達と行った時に、一目惚れしました。はい、いろんな動物がいる中でもカバなんですよね。なぜか、どこに惹かれたんですかね。何ですか、癒しが一番強いと思います。今チームのスローガンって共感じゃないですか。はい、選手の皆さんはそのカバが可愛いっていうのを共感してもらえてますか？いや、一人もいないですね。今こうプロを目指して頑張っている若い子たちに何かアドバイスありませんか？はい、私も小さい頃からサッカー始めて、やっぱサッカーっていうのは楽しいから今まで今も続けてきてることだと思うので、もう一番は楽しむことを私も忘れずに初心に戻って、一緒に頑張りましょう。大内選手に実際にインタビューさせてもらいましたけど、すっごく柔らかい人なので。そうですね、そんな感じですね。はい、でもプレーの時はすごくかっこいい、凛々しい顔されてました。いや、全然違ってましたね、あのプレーする顔とですね、ここで話しておられる顔がですね。そしてあのカバについても熱く。いや、びっくりしましたね、カバ談義ですね。すごい話がね、盛り上がるんですね、カバで。そうなんです。素晴らしいですね。メンバーにはまだ共感されてないと言われてましたけど、もうチームのメンバーがカバのグッズを見つけると、大内選手のために買ってくるみたいな感じで、こう大内選手イコールカバみたいなところがもう染みついてる。さあ、続いては2024年に中区元町に誕生予定の新サッカースタジアムについての話題です。まあ、広島のサッカーファンのみならず期待が膨らむスタジアムですけれども、宗政さん、はい、広島県サッカー協会としてはようやくここまで来たかという感じですか？いや、長かったですね。なかなかね、場所がね、決まらなくてですね、やっと決まりましたね。本当関係者の皆様ご努力感謝申し上げたいと思いますね。あの立地だとこういろんな人が来やすい場所にありますね。いや、もうこれ以上の場所はないです。本当一番いい場所にできますね。そうですね、はい、期待が膨らむスタジアムですけれども、一体どんなサッカースタジアムが出来上がるんでしょうか。広島市中区元町にある新サッカースタジアム建設予定地です。2024年、ここに世界に誇るサッカースタジアムが誕生します。ということで、訪れたのは広島市都市整備局スタジアム建設部です。担当の奥谷太一さんにお話を伺いました。新スタジアムのテーマやコンセプトについて教えてください。はい、広島市では令和2年度末にサッカースタジアムの基本計画を策定し、みんなが集まるワクワクスタジアムパークを中央公園広場全体の目指す姿として掲げています。今回の優先交渉権者の提案も、年間を通じていろんな方が集まり、試合のある日はもちろん試合のない日もにぎわうスタジアムになるよう計画されています。また子どもから高齢者、障害のある方などいろんな人たちにワクワクしてもらえるよう、バリアフリーに配慮した人に優しいスタジアムにしていきます。スタジアムの特徴は何ですか？はい、まずピッチと観客席の距離がこれまでのスタジアムよりも格段に近くなっており、観戦時に臨場感や選手との一体感を味わえるスタジアムとなっています。またサッカーファンでなくても楽しめる、そんな仕掛けを設けています。例えばどんなものがありますか？はい、グループで楽しむことができるパーティーデッキや、食事を楽しむことのできるレストランデッキなどの多彩なシートバリエーション、子ども連れでも安心して楽しむことができるキッズスペースなど、誰でも楽しむことのできる工夫のある提案となっています。他のスタジアムに比べて珍しいところはありますか？はい、何度でも来たくなるさまざまなシートバリエーションを用意する提案となっています。そ
その中でも特にサッカーファンに楽しんでいただける空間があります。それはどんなものですか？はい、ピッチに向かう選手たちの姿をそこに面した部屋からマジックミラー越しに見ることができるトンネルラウンジという部屋です。普段見ることができない試合直前の選手を見ることができ、貴重な時間を体験することができます。それは面白いですね。他にはありますか？はい、発達障害の方などのための観戦環境としてセンサリールームという部屋を計画しています。これは大きな音などに敏感に反応してしまう感覚過敏のお子様などでも落ち着いた環境で観戦を楽しむことができる部屋となっています。日本ではスタジアムに常設するのはここが初めてとなります。立地や交通の便はどうでしょう？はい、全国でも稀に見る都心に立地する街中スタジアムとなっています。交通としては JR、アストラムライン、路面電車、バスなど各方面から多様な交通手段により来ていただくことができる、そんな交通の便の良さを生かして公共交通機関の利用を基本とした計画としています。またスタジアム敷地の東側、南側の2方向にペデストリアンデッキを設け、広島城、原爆ドーム、神谷町周辺など周辺との回遊性を向上することとしています。スタジアムが完成する2024年は広島県サッカー協会の設立100周年、翌年は被爆80年の年になります。サッカースタジアムとして、また平和の象徴として次の世代につないでいけるような魅力あるものになればと思っています。本当に幅広い世代が楽しめる工夫というのがありますよね。そうですね、本当楽しみですね。そして今年の4月、広島県サッカー協会は広島市役所で記者会見を開き、この新サッカースタジアムの建設費用に1000万円を寄付されましたね。そうなんです。優先交渉権者が決定しましてですね、この機会にですね、本格的な設計施工に入っていくんですけれども、広島県サッカー協会がですね、サッカー界を代表して寄付をさせていただきました。サッカー場ができることによって野球場も盛り上がってるし、サッカーの方も街の中でやるから大いに盛り上がって青少年に夢を与えるということが一番なればいいなというふうに思ってます。サッカーやらなくても周りで遊んで、ああ今日サッカーあるんだ見に行こうっていうことができるような、本当みんなに親しまれる競技場になってほしいなと思いますね。とりわけ国際試合をはじめ平和を記念するイベントを年代を問わずに数多く開催したいなというふうに思っています。広島は被爆都市ですからね、二度と戦争が起こらないように、このスタジアムから平和の大切さや命の尊さといったものを全世界に発信していくことがね、もう我々の使命だと思ってるんですよね。で、森光さん、以前歌を歌われましたよね。作詞作曲されて。そうなんです。なんて言いましたっけ？青木の歌ですよね、はい、ちょっと聞いてみたいなと思うんですが、じゃあ一節だけいいですか、はい、ちょっと聞いてください。電車に揺られ平和公園、やっと会えたね青霧さん。あ、素晴らしい。いや、びっくりしました。急にこの話、なんか平和っていう話から。いやいや、これね、やっぱり平和を願うはですね、歌ですよね。もちろん、はい、平和の思いを込めたスタジアムということ、はい、2024年に完成予定です、はい、楽しみですね、はい、さあ続いてはこちらのサッカーボールをはじめ、さまざまな球技のボールを製造している株式会社ミカサのコーナーです。今回は実際にこのサッカーボールを製造しているミカサの工場に伺ってと言ってみたいところだったんですけれども、現在タイの工場で量産、ね、はい、されているということですので、出来上がったボールがどんな検査工程を経て私たちの手元にやってくるのか、株式会社ミカサ広島本社の担当者にお話を聞いてきました。こちらへどうぞ。
空調が効いていますが、こちらのお部屋の目的は何ですか？こちらの環境測定室は温度を一定にするために作られています。こちらへどうぞ。メモリーがついていますが、何を測るんですか？こちらはリバウンド測定器となっています。2メーターの高さからボールを自然落下させ、20度の時に135センチ、5度の時に125センチ以上のリバウンドを規定では求められています。なるほど。試合が行われる環境によってボールの跳ね返りが変わるということなんですね。そうですね。ボールは暖かくなると跳ね返りやすく、寒くなると跳ね返りにくいので、その差ができるだけ少なくなるように規定では求められています。そうなんですね。わー、くるくるボールが回っていますが、この機械は何ですか？こちらは外径変形試験機となります。この装置は FIFA が推奨する試験機で、ボール外径および変形度を測定することができます。くるくる回っているのはボールの4500点を測定し、ボールの外径および変形度を測ることができます。 FIFA クオリティプロの変形度の基準は 1.5% 以内となっています。そうなんですね。すごい音ですね。この機械は何ですか？こちらはボールの耐久試験機になります。ボールを3分の1に圧縮して時速約50キロで板に打ち付けています。近くで見るとすごく迫力がありますね。何回ぐらいボールは打ち付けられるんですか？5000回を1タームとしてトータル2万回を打ち付けています。へー、この私たちの手元に届くまでボールは何回ぐらい試験をされているんですかね？構造が決まるまで何度もこの耐久試験機にかけるんですが、量産化するまで量産試作、我々の対抗場での量産設備を使った試作になりますが、そちらで2回目、そして本当の量産が始まった時の初期流動品で1回、トータル3回の耐久試験を経て皆様のもとにお届けするボールを作っています。厳しい試験を耐え抜いたたくましいボールが私たちの手元に届くんですね。何度も試験や検査を繰り返してボールが作られていくということがよく分かりました。宗政さん、ご覧になりました？いや、びっくりしましたね。まあまあ、これからね、まだまだ引き続き研究を重ねていただいてね、もっと素晴らしいボールになっていけばいいですね。そうですね。続いては県内のさまざまなサッカーチームをご紹介する情熱イレブンのコーナーです。今回は朝北区の紅葉地区を拠点に活動する広島紅葉フットボールクラブアンダー12をご紹介します。おそらくですね、全国の関係者の方だったら、もう紅葉 FC って聞けばもう分かると思いますね。この広島のチームだっていうのがですね、それぐらい有名なチームです。ああ、そうなんですね、はい、今もどんな選手の皆さんが活動しているかですね。楽しみですね、はい、それでは見てみましょう。勝利を目指して自分が何ができるか、でそこでいいプレーができたことを楽しみましょう、ね、まだでもストップ、はい、今こうやって一生懸命ブロックしよったら、そりゃ取られるわよな。届くの？どうしたらよかったの？相手をしっかりブロックして半身で
遠いやし、これなら取れんわ。ここを早くしなきゃいけない。コントロールして最初ブロックしたまではよかった。早くそこで半身になって。これまでに神戸 FC10 人以上の J リーガーが誕生しています。ですが私自身は J リーガーを作ろうと思って育成をしたことは一度もないです。少年サッカーでいろんなことを学んで、で中学校高校と進んで立派な社会人になってもらうということが大前提かなと思っています。ドリブルをしたりボールを運んだりパスをつないだりという技術は比較的高いと思いますので、そういったところがチームの強みかなとは思っています。10番の林敦樹です。シュートとドリブルとスルーパスです。みんなとサッカーができてできるところが楽しいです。1番の谷本慎太です。得意なところは低弾道のパントキックです。サッカーは自分が失敗しても声をかけてくれるところです。背番号は7番の中田アルトです。得意なところはパスカットです。チームに貢献できるプレイヤーになることです。背番号12番の高取光希です。得意なところは来たシュートを弾くことです。チームと仲良くサッカーすることが楽しいです。チームに貢献できチームを勝たせるキーパーになりたいです。背番号は13番の吉野作太郎です。得意なところは右足でも左足でもプレーできることです。例えばシュートを打つときに左足だと自信がなくて右足に変えることが多いので、そこを左足のままシュートを打つことができるのでいいと思います。背番号6番の徳山水です。得意なところは相手からボールを奪うところです。みんなと協力して点を取れたときが楽しいです。目標は全試合ハットトリック取ることです。背番号は3番の高橋よりです。僕の得意なところは1対1で負けないところです。みんなでパスをつないだりドリブルをして一体の点を取り合って勝つところです。背番号5番の若岡光陽です。僕の得意なところはセンターバックからのミドルシュートやパスカットです。みんなと一致団結して試合に勝つことです。今年の目標は誰にも負けないセンターバックになることです。背番号4番の横本彩斗です。僕の得意なところはボールコントロールです。ドリブルやボールを蹴ったりするところです。僕の今年の目標は声出しを頑張ることです。背番号8番の斉美優太です。僕の得意なところは裏抜けをするところです。体をうまく使ってドリブルをしたりパスをしたりするところです。今年の目標は身長をたくさん伸ばすところです。背番号16番の平田カムイです。僕の得意なところは裏抜けすることです。みんなと一緒にゴールを目指すところが好きです。僕の目標はレギュラーを取って全国大会に行きたいです。根正さん、あっという間に終わりの時間、はい、そうですね、早いですね。今回の放送振り返ってどうですか。今日何やりましたっけ。あの森西さんの歌しか頭の中ないんですよね。そんなたくさんありました。いろんな話題があったんですけど、もう一回どうですか歌。次回もミカサッカーでは広島のサッカーの情報盛りだくさんでお届けします。では話題のあのポーズいきましょうか。はい、それではせーの、ミカサッカー、さよなら。